が経験値をゲットできるチャレンジコーナーです。今からチャレンジすることを見事達成できればレベルアップ確定。達成できたかどうかは番組スタッフが判断します。前回はビリビリ10円玉50枚詰めるかなチャレンジでした。その結果残念、レベルアップならず。そして今回はこちらにチャレンジします。リンゴの皮むき選手権、イエーイ。はい、ということで今回はリンゴの皮むきに挑戦します。ルールは簡単。リンゴの皮を、全部剥いて、一番長いところが30センチ以上の長さになればレベル1アップ、50センチ以上でレベル2アップとなります。そもそも50センチもあるんか、わかりませんけれども、巻いていったら、あ、細くいけばいい。え、そんな無理に決まってんじゃん。この競技、私、高橋香里は失敗しかありません。はい、ということで、私そもそもいつもリンゴこう輪切りにして食べたりとか、あと最初に切ってからこう剥く派なんで、ちょっとこれできるかな。アニメでしか見たことないわ。あのアニメで入院してる人の横でこうやって剥くやつしか見たことないんで、ちょっと失敗しかありません。では早速やっていきましょう。はい、手を洗ってきました。ちょっと一回念のためもっと消毒します。でも使ったリンゴは社長が食べますんで、本当に危険すぎてみんな心配そうに私を見守っています。さあ、じゃあここからヘラヘラしないで真面目にリンゴを剥きたいと思います。はい、え、こわ、できるの本当に私に。待って、最初が、え、怖いよ。最初どうやって、あ、いけたいけた。ちぎれたえ、かろうじてつながってればさ、OK？ ちょっと待って、笑ったら手がちぎれるかもしれない。お蔵入りだけは避けたい。今10センチぐらいいった？ね、でも私大誤算してるよ。この後斜め下に行くってこと忘れてた。やばい、横にしか行けない。行ける？待って、おかしいじゃんね。なんでここで一番私がリンゴを剥けないの？もう怖いからね、歯の前に指出すのやめた。これさ、番組として正しい？全員が固唾を飲んでここを見守ってるんだけど放送できる？やばい、ちぎれる、ちぎれちゃう。あ、すごいよかりんちゃんでは、ファンディスク2をはじめ、Tシャツ、アクリルキーホルダーなどの新グッズの制作が決定しました。詳細はツイッターやホームページなどを確認してください。以上、すごいよかりんちゃんからのお知らせでした。最後ってどこ？ふっここ行く？もういい、終わり。怖い怖いしか言わない。じゃあ測ってください。あ、ね、これちぎれそうだよ、ちぎれそう。まだちぎれてないから、今ちぎれてないからね。ほら、こう今ちぎれそうだけど、ちぎれてないから、ちぎれてないってことでいい？あれ？じゃあこうまっすぐにしたら50センチあるんじゃない？これ50超えました。うそ、やった、イエーイ。はい、ということで今回はレベル2アップでいいの？レベル2アップでーす、イエーイ。でも残ったのは
何の見せ場もないただのリンゴの皮を剥く私でした